おはよう。今日も幻想ちゃんと楽しく過ごそう。幻想ちゃん、これすごく好きなんだ。おすごい、なんでわかったの？すごく嬉しいよ。ありがとう。よし、今日はどんな話をしようか。はいはい、幻想ちゃんから提案。提案。次はもっとさ、日常的なこと話してみない？なんていうかさ、君と話してて思ったんだよね。幻想ちゃん的には一緒に戦ってても見えない姿っていうのかな、そういうのがもっと知りたいって。こうやってゆっくり話せる時間も限られてるわけだしさ、どう？ちょっとだけでも。シンフォニカについて？私シンフォニカには感謝してるんだ。だってちょっと失敗しても次のチャンスちゃんとくれるもん。それは禁句。ムジカートの数が少ないから許してもらえるってことちゃんと分かってるよ。住む場所もご飯も何もかも用意してくれるもんね。だからその分幻想ちゃんも頑張らないと。ちょっとだけだよ、ちょっとだけ。ちょっとじゃない時もあったかもしれないけど、でも最後はなんとかなったから大丈夫。大丈夫。私みたいにシンフォニカに感謝してる子もいれば、そうじゃない子もいる。みんなきっとそれぞれ違う思いがあるんじゃないかな。幻想ちゃん、人と話すの結構好きなんだよね。今日も楽しかったな。またお話ししようね。